ホリエモンチャンネル。いや、もしかしたらさ、1000万円の人来てるからさ、なんか怒るかもしれないし、ね、いや、そうよ、1000万円の人来ちゃってますからね。なんでもないってことはないと思う、ね、いや、今日ありえますからね、うん、1000円ポチッと、1000円じゃないわ、1000万円おいらさんも一人でロケット作ってたからね。うん、そうですよね。まあね、燃料から作ってたの、この人高校時代でしたっけ。相対燃料、うん、燃料から作るっておかしくないですか。すごいですよね。手に入んない、危ないっつって手に入んないから自分で作んない。その発想がすごいですよね。高校のね、中庭で打ち上げてて、俺でもやんねって言われて、トミントサーモニーも作ってる人初めて見ました。たまに手に入るんだけどもね、なかなか手に入んない。今はなかなか難しいですね。いや、だから大平さんの頃は、うん、東京は手に入んなかったけど、久留米では手に入った、うん、あ、そうだそうだ。で、俺カエンソサンカレームを試薬屋さんに行って買ってきたからね。普通に高校生が試薬屋さんに行ってお金払ったら買えたから、ね、ああ、僕らもうダメだった。1回だけ買えて、その後も買えなくなっちゃう。へえ、そのテロに使われるとかってね。そうそうそう、結構そういう危ないというかやつなんですか。まあ、ロケットの燃料とかはもう本当に、要は爆発的に短時間で燃料を燃やさないと、その水力が出ないんで。いや、普通に置いといたら別に危ないもんじゃないんだけど、その混ぜてね、花火とちょっと似てるのかな、うん、花火よりもちょっと強力なみたいな。そうそうそう、強力な。別になんか混ぜなきゃいいんだけど、まあそれを混ぜると、だその混ぜ方変えると爆弾にもなるんで、うん、そういうことですよね。そう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 、それは危ない。コントロールしながら燃料をこう高速に燃焼させるか、そこは結構ノウハウなんだけど、大平さんは一人で全部ロケット打ち上げまで、うん、高校生で、高校生で、いや、何回も失敗してね、やっぱり爆発しちゃうのね。うん、それでもう、大丈夫だったんですか。爆発してって結構簡単。いや、もう何回も爆発して、でも爆発するのは目の前で混ぜるわけですよね。いや、混ぜて目の前で爆発したことないんだけど、その混ぜてね、火つけた時に圧が上がりすぎてバーンっていっちゃうんで、ロケットが安定してね。これでもね、俺打ち上げたやつは全部うまくいきました。そう、最初から、最初から僕何百回も失敗して、でだんだんうまくようになって、ね、なんでこう爆発しちゃうんだろう。最初火つけたらシューっていうことが上がんないから、だんだん圧上げていくと今度いきなり爆発するようになって、でじゃあそこの間をこう攻めていくんだけどうまくいかないみたいなこと。いや、僕らは一応科学の先生に指導されながらやってたから。え、それやらせてくれたんですか。科学の先生がすげえやりたかった。すごいな。今母校であの教頭先生やってますけど、桃2で改良したところをちょろっと、はい、うんうん、で初号機で、まあ、うまくいかなかったところっていうのは分かっていて、はい、機体がそのマックス級一番空気かかるときに多分折れてしまっただろうと思っています。途中でね、うん、機体の真ん中のあたりで壊れただろうと思っています。でそこは CFRP カーボンの FRP 複合材料のところなんですけど、うん、まあ、そこを強くしましょうってことで、そこの厚みを増やしています、うん、っていうのが一個と、もう一つは途中でぐる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 回っちゃったんですね。あ、スピンね、スピンしてしまいます、うんうん、スピンさせないつもりだったんですけど、うん、このロールトルクでその回る方向の力が空気がかかっちゃって回り始めてしまいました、うんうん、なのでそこを抑えるように横からガスをプシュプシュって吹いてコントロールするような方式、こうロケットがあったらこういう方向とこういう方向にやるっていうものだったんですけど、それを強くしましょうってことで、うん、あ、スピン その制御をしてるけども、その制御 その力が足りない、足りなかった。トルクをすごい上げたんですよ、うん、でどうやって上げるかっていうと、これまでって窒素のガスを、高圧ガスを、そう、弁を開いてプシュンプシュップシュッって、まあ、パンパンって超音速の流れができるんでパーンと音がするんですけど、パンパンって出してたんですけど、それを、ホットガスにしてあげるんですね。それはロケットの燃料をちょこっとだけ引っ張ってきて、小さいロケットエンジンを手のひらに乗るぐらいの小さいロケットエンジンを作ってあげて、でここでホットガスを作って強い力でバシュバシュッと吹いてあげるっていうことを今。あ、それ燃焼でってこと？燃焼でやってます。ホットガス作ってあげる。GGG って流行ってるシステム。え、それ燃料なんですか？エタノールと酸素。あ、それも。だからもう全く同じ、燃料は同じで、本当に超ちっちゃなガスジェネレーター作って、うん、あのロール制御してる。あ、そんなことはできるんだ。尾翼でこういうわけにいかないんですよ。それは無理。
やっぱりロール方向にならないですね。尾翼でロールは結構難しいですね。こうやってスピンって尾翼でもいいんですけど、将来的にやっぱりその宇宙空間に持ってくるときはやっぱりそこでも使える技術、ね、高くなるとね。いやもうそれもそうだけど、やっぱ空気が薄くなると空力制御できなくなるので、うん、そうですね。だからもう空力制御じゃなくて、やっぱりロールはガスジェットで制御したいんだけど、うん、ガスジェットのトルクは足りないんで、うん、あれでも普通にどうなの、普通のでっかい大型ロケットってどうやって制御してるの、うん、いくつかやり方があって、エンジンが複数あったらそれ同士をうまく組み合わせて振ってあげると大体制御できますね。クラスター化してると必要ないんで、必要ないですね。本日はここまで。今回はプラネタリウムクリエイター大平貴之さんとインターステラテクノロジーズ代表稲川貴博さんにお話を伺いました。大平さんが企画監修の VR を使ったアトラクション型プラネタリウムメガスタージャーニーバイアバルが東京タワーで1月27日よりスタート。自らの足で宇宙を旅するという今までにない体験ができます。そしてインターステラテクノロジーズ開発中のモモ2号機のクラウドファンディングが絶賛開催中です。1号機は惜しくも宇宙には届きませんでしたが、2号機は皆さんの力で宇宙に飛ばしましょう。支援よろしくお願いします。今回ご協力いただいた手巻焼肉金の牛では、プルコギを特製の薬味や香味野菜、果物ソースと一緒に葉野菜で包み込んで食べる新スタイル、野菜もしっかり取れて女性に大人気です。ぜひ足を運んでみてください。さて次回はどんなお話が聞けるのでしょうか。お楽しみに。揺れる心、触れた優しさが車が登録はこちら。チャンネル登録もよろしくね。内容を読み取ったページが